皆さん、こんにちは、シャナタンです。はい、今回はですね、じゃじゃん、こちらのグレイルさんの春夏物を今回も5万円分ほどゲットいたしました。グレイルの商品紹介めちゃくちゃ人気で、最近みんなからもまた紹介お願いしますっていうお声をいただいていて、ちょうどタイミングよく動画を出そうと思っておりました。ということで本日はゲットした春夏物大量にあるんですけれども、そちらを紹介していこうと思います。今回もめっちゃ可愛いものがあるので、ぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、それでは早速紹介していきます。まず一つ目が今着ていますこちらのトップスでございます。ゴールドボタンショート丈ニットカーディガン、カラーガレットのサイズは M サイズでございます。これめっちゃ可愛くないですか。赤のニットなんですけど、まあ、ちょっと春初めの方ぐらいの感じかな。テンション的にはボタンがついててこう開けることもできるので、中にキャミとか合わせたりすれば、まあ春中盤とか終わりぐらいでもちょっと軽く羽織るぐらいでも着れるかなとは思うんですけど、このニットが私すごいお気に入りです。今回もやっぱ赤もすごく綺麗で可愛いですし、ボタンも上品な感じというかで、着ててもすごい気持ちが良くて全然チクチクもしないし、なんかこれキャミソールなんですけど肌への刺激もなくてとっても気持ちくて気に入ってます。確か空張り何色かあったんですけど、私はこの赤をゲットしました。私本当に最近赤がすごく好きで、結構ね、いろいろ赤のアイテムとか集めてるんですよ。帽子とか、このニットもゴールドのボタンがついたこういったニットは持っていなかったので、こちらをゲットしました。今はなんかデニム合わせてるんですけど、まあ、デニムとかでも可愛いし、もうちょっとこうカジュアルに上品な感じを崩したいなっていう時はカーゴパンツと合わせたりとかして着ていきたいなって思ってます。袖の丈感とかもすごくちょうどよくて、しっかりと丈あるし、こういうトップスとかってあんまりこうボトムにインっていう感じのトップスではないと思うんですけど、長くもなく短くもなくでとてもいいサイズ感でした。こちらのお値段が2599円でございます。続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。あ、反対か。じゃん、こちらです。ミルキーモヘアタッチニットトップス、カラーがベージュのサイズはフリーサイズです。これはこんな感じで鍵編みになってて、ちょっと透けるような感じのニットです。これもすごく素材が気持ちよくて、ちょっとこう肝立ってはいるんですけれど、まあこの鍵編みニットになっているので、なんか中とかキャミとか合わせてあげたら全然春着れるかなっていう風に思います。これは丈感的にはちょっと短めになってて、で裾がこんな感じでキュッとなっているので、ちょっとタポッとなる感じのシルエットでした。首周りは結構広く開いているので、キャミソールのスラップが見えたりとか、片方だけちょっと肩落として着てあげても可愛いかなと思います。で、袖は割と膨らんでいるのでドルマンスリーブみたいな感じでゆったり着れる感じのトップスです。これもデニムとかでも可愛いですし、結構海外とかで今多いなって思うコーディネートは、こういった鍵編みのニットに、まあ、やっぱカーゴパンツ合わせるスタイルが多いなっていう風に感じるので、まあなんかそんな感じで着ても可愛いし、ちょっと甘くいきたいなっていう方とかはキャミワンピの上とかに重ねても可愛いんじゃないかなっていう風に思いました。こちらのお値段が1299円でございます。安い。では続いてが、じゃん、こちらでございます。透かし編みドロップショルダーニットトップス、カラーがアイボリーのサイズはフリーサイズでございます。これもね、さっきのトップスと同じ感じで鍵編みになった透ける感じのトップスなんですけど、さっきのニットよりももっと糸があっさりっていうか紐を立ってない感じのニットなので、これはサマーニットみたいな感じでも着れそうかなって思います。もう少し暑くなってきた時でも比較的着やすいニットトップスかなって思います。こっちのトップスの方が丈感は結構長めになっていて、それは割とゆったりとした感じでゆるくタポッと着れます。で、あとは襟周りはさっきのトップスよりも狭めになっているので、あんまりこうストラップとかも見えにくいシルエットになっております。私はこういったトップスは肩落として肌見せして着るのが好きなので、私はさっきのトップスの方が形的には好きでした。でも素材的にはやっぱこっちの方が長く着ていけそうかなっていう風には思います。こちらのお値段が1799円でございます。続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。花柄クロシアミスクラップカーディガン、カラーアイボリーのサイズはフリーサイズでございます。これもまたまたちょっと透ける感じのニットで、これはね、編み目が花柄になってて、これすごいですよね。この編み方って結構ね、値段が張ったりとか
すると思うんですよ。そう、でもこのグレールでゲットできるっていうのはすごくお得だなと思いました。サイズ感も結構しっかりと袖の長さもありますし、丈感も短すぎず長すぎずな感じで良かったです。で、まあ生地というか糸は、まあ、やっぱりちょっと薄い感じはあったので、もしかしたらチープ感を感じる方もいるかもしれないです。前ボタンがついているので、こうカーディガンタイプになっていて、羽織としても着れるし、閉じてインナーキャミソールとか着てトップスとしても着れるものになってます。さっきの2つはどっちかっていうとこう絞まってる感じだったんですけど、これは逆に広がってるまではいかないけど、まあ、そのままストレートかなの形になっているので、袖口がふわっとする感じのになっております。こちらのお値段が2399円でございます。続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ボーダーショート丈ニットカーディガン、カラーがアイボリーのサイズは M サイズでございます。ボーダーのニットをゲットいたしました。結構なんかフレンチガールっぽいような、パリとかにいそうな、すごく上品な印象のニットかなっていう風に思うんですが、このニットは結構あっさりめなニットというか、春にとても使えそうな感じの軽い感じのニットになってます。なのでやっぱりこういったふわっとしたニットよりかは若干肌への刺激は感じやすいかなとは思うんですけど、すごいチクチクするってわけでもなくて、ちょっと肌に当たるのが気になるっていう方は中インナーを長袖とか1枚着てあげて着るのがいいかなと思います。まあ、でもそこまで気にならないっていう方は全然キャミソールとかでも着れるぐらいの素材感ではあるので、ぜひ参考にしていただけたらと思うんですが、こういうのとか着てピクニックとかお花見とかしても可愛いんじゃないかなと思います。ほんとなんかパリっぽい感じのコーディネートが組めそう。こちらのお値段が1499円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらのキャミソールをゲットいたしました。今回2色これゲットしたんですけど、ダブルストラップニットキャミソールで、カラーがこっちがブラック、ブラウンで、サイズはどちらも M サイズをゲットしております。このキャミソール私すごいお気に入り。パッドは入っていないので、中にこうベアトップだったりとかヌーブラとかは必要かなとは思うんですが、素材感がとっても気持ちよくて、結構ねしっかりとした感じのリブニットで、でも伸縮性はすごくあって、本当に体にスッとなんか馴染んでくれる感じの素材感で、とっても着心地が良くて結構気に入ってます。ストラップもすごく細いものがこう2本ついてるんですけど、ここが華奢になってることでデコルテラインとかも綺麗に見えますし、履き肉のところもう割とこうしっかりと隠してくれるような形になっているので、このトップスは結構本当おすすめなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。このブラウンのカラーもとっても綺麗なブラウンで、紫っぽいブラウンかな、どっちかっていうと赤みが強い感じのブラウンになってますかね。さっきのなんかあの鍵編みのニットのトップスとか相性の良いブラウンカラーで、例えばこの花柄のニットとかもすごく相性がいいので、これを一緒に着てあげるのも可愛いと思います。私はまあ夏とかはキャミソール1枚で出かけたりすることが多いので、これ1枚とかでも着たいなとは思ってるんですが、これ本当おすすめなので、もうちょっと空張りあった気がするから、私もちょっと空張りもう一回チェックしようかなって思うぐらい割とお気に入りのキャミソールです。こちらの値段が999円でございます。続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。コットンレースキャミソール、カラーがオフホワイトのサイズはフリーサイズでございます。こちらもキャミソールなんですけれども、まあ、キャミソールってほんと春夏とか、まあ、秋冬も全然着れるタイミングあると思うんですけど、本当にいくらあっても使えるアイテムなので、今回もちょっとたくさんゲットしてみたんですが、その中でも私今度このレース付きのキャミソールをチョイスいたしました。最近本当にこういったレースとかリボンとか、ちょっとこう甘めの女の子らしいような素材感とかデザインとかっていうのも気になっていて、こういうのをあえてちょっとメンズライクなアイテムとかと合わせてバランス取って着るみたいなのが結構私の中でも今気になってるスタイルであるんですけど、そういうコーデとかにも使えそうかなと思って、今回レース付きのキャミソールゲットしてみたんですけど、このキャミソールもホワイトなのでちょっと透け感描こうかなと思いながら買ったんですけど、結構生地感しっかりしていて透け感がそんなに気にならなかったので、このトップスもすごくおすすめのトップスです。このストラップも調節ができるようになってるから、幅広くいろんな身長の方とか体型の方とかに合わせて使えるなっていう風に思います。伸縮性も結構あって、生地感もとっても気持ちよくて、これもまあ持っておいてもすごく使えるアイテムだと思うので、皆さんチェックしてみてください。こちらのお値段が999円でございます。続きまして、じゃん、こちらのセットなんですけど、トップスでございます。カーディガン×キャミソールニットアンサンブル、カラーがグレーでサイズは M サイズでございます。
リブニットのトップスなんですけど、そんなにこう分厚いニットではないので、春とかでも着やすい感じの分厚さというか厚さになっております。こういうアイテムもね、本当に季節の変わり目とかめちゃくちゃ活躍してくれるアイテムだと思うので、ちょっとまあ暑いなっていう時はカーディガン脱いだりとか、ちょっと肩落としたりとかしてきても可愛いと思うし、肌寒いなってなったらカーディガン羽織ったりとかして、温度調節もしやすいので、このセットは結構使いやすいアイテムだと思います。今回私グレーにしてるんですけど、グレーってすごくカジュアルにも着こなせるし、ちょっとかっこよくも着れるし、でもなんか甘い感じでも着れるんじゃないかなって思ってるカラーで、いろんな着回しがしやすいカラーだと思うので、私は今回グレーをゲットしましたが、他にもねカラバリあったと思います。このキャミソールもすごくこう体にフィットしてくれて、お胸とか見える心配も少ないかなと思うのと、あと丈感もちょっとこう短めの丈感になってて、ボトムとのバランスが取りやすい丈感だったので、そこもいいなと思いました。カーディガンも同じ素材なんですけど、若干カーディガンの方がキャミソールよりも丈が少しだけ長くなってるので、お腹が見えるのが気になるって方とかでもカーディガンがあることで着やすいんじゃないかなと思います。これボタンも一応ついているので、外しても閉じても着れるっていう感じになっております。こちらのお値段が1999円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。これもセットなんですけど、ジップパーカ×キャミ×ワイドパンツセットアップ、カラーがグレーのサイズは L サイズをゲットいたしました。裏起毛になっているので結構あったかいものなので、ほんと今の時期、春の始まりぐらいの時期とかはすごい活躍してくれそうかなと思います。で、中のトップスがキャミソールなんですけど、このキャミはリブニットになってます。なのでこのキャミだけちょっと素材は違う感じなんですが、このリブニットがすごく私はカジュアル感とか海外感が出て可愛いなって思ってます。結構短めの丈感ではあるんですけど、脇あたりもしっかりとカバーできて、このパンツは私169センチあるんですけど、腰を落としてローライズな感じで履くといい感じの丈感で履くことができました。最近は割とそういったローライズでゆるっとしたパンツとかが流行ってると思うので、まあ、そんな感じで履けて私はとても気に入ってます。で、このパーカーは結構フードがしっかりと大きくて、でも丈感はちょっと短めになっているので、このパンツワイドなパンツになっているんですけど、このワイドパンツともすごくバランス取りやすいのと、で袖丈はしっかりとあってゆるっと羽織る感じのパーカーで良かったです。フードが大きいっていうのも私結構好きなポイントです。ダブルファスナーになってるので、下からも開けれるっていうのが私はすごくいいなって思いました。下開けることで X のラインができると思うから、ちょっとこうお腹もスッキリ見えるかなっていうので、スタイルアップもできそうなセットになってるなって思います。こちらのお値段が3799円でございます。続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。裏毛スウェットカーゴスカート、カラーがアイボリー、こっちがカーキで、サイズはどちらもフリーサイズでございます。タイトスカートになっているんですが、素材がこうスウェット生地でできているので、すごく楽ちんなスカートです。タイトスカートってやっぱりこう着苦しかったりとか、ちょっとこう動きづらいって印象があると思うんですけど、こういったスウェット素材のタイトスカートとかだったら、タイトスカートなんだけどカジュアルにもラフにも着れるし、で着心地もとってもいいと思うので、タイトスカートちょっと挑戦しづらいなって思ってた方でも割と挑戦しやすいようなアイテムなんじゃないかなと思います。ほんとこれに夏キャミとかでサンダルとかでもすごいラフで可愛いと思うし、これにあえてジャケットとか羽織ってカッチリとしたスタイルでいっても可愛いと思うし、後ろにはこんな感じでスリットが入ってたりとかして、ウエストもゴムになっているのでとってもラクチンで履きやすいのと、あとポッケが2つついてますね。で、丈感私もう少し合ってくれたら嬉しかったなと思ったんですけど、なんかまあブーツとかと合わせて履いてあげたりとかしたらいい感じに着れそうかなって思います。こちらのお値段が1699円でございます。続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。まさかの3色ゲットしたんですけれども、パラシュートカーゴパンツ、カラーがカーキ、アイボリー、ブラックで、サイズは全部 L サイズでございます。パラシュートパンツすっごい大好きで、もう去年ぐらいからかな、すごいたくさん履いたりとかしてるんですけど、まあ、今季も相変わらずパラシュートパンツは履いていく気がするので、グレールでも見つけてゲットしてみたんですが、結構良かったです。私的には裾もこうドローストできるようになってるので、ちょっと広げてふわっと履くこともできるし、キュッて絞めて履
履くこともできるし、ウエストも結構細めに作られているからしっかりとフィットしてくれて、まあ、でもゴムもついているので着苦しくもないっていうのもすごくいいなって思います。すごくシンプルな作りではあるんですけど、素材感とかもナイロンの感じがカジュアル感とかちょっとスポーティー感も出ると思うんですけど、海外っぽいなっていうアイテムでもあるので、そこもすごく可愛いなって思うし、丈感はもう少し私はあってくれたら理想なんですけど、でもそんなめっちゃ短いとかっていうわけではなかったので、高身長の方にもおすすめです。でも裾を絞って履くこともできるので、逆にこう低身長の方でも履きやすいパンツかなって思います。今回3色ゲットしてて、全部ね同じ素材感ではあると思うんですけど、私的にはこのカーキが一番柔らかく感じました。ちょっとこう軽いふわっとなる感じが結構強いなと思ってて、アイボリーとブラックの方がカーキに比べてちょっとパリッと感っていうか、形がこうしっかりとしてる感っていうのはあったかなって気がします。まあ、この2つに関してはそんなに差はないんですけど、まあ、どっちかっていうとやっぱりブラックの方が若干硬いのかなって感じました。これは本当私の感覚なので、まあもしかしたら違うかもしれないんですけど、私的にはこのカーキぐらいの軽さというか柔らかさの方がなんかこうシルエットもこう馴染んでくれて綺麗に見えると思うので、私はこのカーキぐらいの素材感がすごく好きでした。こちらのお値段が2099円でございます。続きまして、じゃん、こちらのデニムパンツをゲットいたしました。ロールアップデニムパンツ、カラーがインディゴの、サイズが M サイズでございます。ロールアップのデザインが可愛くておしゃ見えするようなデニムパンツになっているかなと思うんですが、ウエストは後ろがゴムになっているのですごく履きやすいです。デニムに伸縮性はないんですけど、すごい形がなんかこうスッキリとした感じで足がとても綺麗に見えるなって思いました。ロールアップされているので、なんか靴下合わせて履いてあげたりとか、ブーツとか合わせても可愛いかなっていう風に思います。このインディゴカラーは結構なんか暗いカラーなので、春とかあんまり履かないという方もいるかもしれないんですけど、私は結構好きなカラーで割と季節関係なく着ちゃいますね。このカラーにホワイトのトップスとか合わせるとすごい可愛くて、私はそういったコーデがすごく好きなので、もう夏とかこれに白のキャミソールとかと合わせて靴下履いて、スニーカーでも可愛いし、サンダルでも可愛いし、そんな感じで着たいなっていう風に思います。こちらのお値段が2399円でございます。続きまして、じゃん、こちらのパンツでございます。こっちはさっきのとは違ってちょっと明るめのデニムパンツなんですけれども、ハイウエストストレートデニムパンツ、カラーがブルーの、サイズが S サイズでございます。本当名前の通りっていう感じなんですけど、すごくハイウエストなストレートパンツになっておりまして、結構これ太めのパンツになっているので、割とこうダボっと履けるような感じなんですけど、でもウエストはしっかりとこう細めに作られているので、ヒップに合わせるとウエスト大きくなるし、ウエストに合わせるとヒップ小さくなるしっていうことが多かったんですけど、これ割とすごい綺麗な感じで履けるデニムパンツでした。丈感もう少し私合ってくれたら嬉しかったかなって思うんですが、ハイウエストになっているのですごく足長効果もあると思うし、あとは短めのトップスとかと合わせてあげても可愛いと思います。でこのデニムの色がすごい可愛くて、ウォッシュ加工がされたりとかしてて、すごくこなれ感のあるようなデニムパンツで、ダメージとかもこんな感じで裾だったりとか、ウエスト部分とかポッケのところとかにも入ってて、すごく高見えするようなデニムパンツかなっていう風に思います。生地もねそんな薄っぺらくなくてしっかりとした生地感です。ちなみに伸縮性はこちらもないパンツになっております。こちらのお値段が2499円でございます。続きまして、じゃじゃん、こちらのデニムパンツでございます。ホワイトセミフレアデニムパンツで、カラーがブルーの、サイズが M サイズでございます。さっきのパンツと結構色合いは似た感じですね。こっちもちょっとウォッシュ加工が入ってるとかして、こなれ感のあるデニムなんですけど、こっちの方が若干明るいかな。ちょっとこっちの方がよりヴィンテージ感というか、グレーがかったような感じのブルーになってて、こちらの方がよりこう春っぽい明るいような感じのデニムかなっていう気はします。いや私このパンツすごい形が可愛くて気に入りました。あとウエスト周りとかも割とこうサイズぴったり履けたし、ヒップのデザインとかも綺麗な感じで、お尻も綺麗に見えるのでそこも良かったです。これは本当足が綺麗に見える美脚デニムだなって思いました。こちらの値段が2399円でございます。続きましてが、じゃじゃん、またデニムパンツなんですけれども、ウエストホックタックデニムパンツ、カラーがライトブルーの、サイズは S サイズでございます。これは名前の通りこんな感じでウエストにホックがついていて、ウエストのサイズが変えられるデニムパンツになっております。ホックを外して着ると割とこうゆるっとした感じで履けて、ホック締めて着ると本当キュッと細く見せてくれるような
そんなデニムパンツです。でカラーはさっきのデニムよりもさらに明るい、さらに薄いデニムになっております。でもただ薄いだけじゃなくって洗った感じがあってとってもこなれ感のあるカラーなので、そこも可愛いなって思いました。生地感もそんなすごいしっかりとしたデニムっていう感じではないんですけど、薄っぺらいなっていう感じもなくて、これも割とコスパの良い高見えするパンツかなっていう風に思います。このデザイン結構最近多くあると思うんですけど、私あんまりこれ挑戦したことなかったので今回グレールで見つけてゲットしてみました。こちらのお値段が2699円でございます。では続きまして、じゃん、こちらのスカートをゲットいたしました。ベルトインパン裏付きプリーツミニスカート、カラーがベージュのサイズは M サイズでございます。プリーツスカートをゲットしてみました。プリーツスカートはなかなか挑戦したことがなかった最近結構こういったプリーツスカート人気じゃないですか。ですごい今年らしいなっていう風に思うんですけど、やっぱりプリーツスカートっていうとちょっと可愛くなりすぎちゃうんじゃないかなと思って、なかなかあんまりね買う機会がなく挑戦できてなかったんですが、やっぱこういったベージュのアイテムとかだとミリタリー感が出たりとかするので、そんなにこう甘くなりすぎず着れるかなと思ったので今回はベージュにしてます。このスカートはねベルトもついてるし、で裏にもインパンがついているので1枚でコーディネートできるっていうのと、あとミニスカートだけど心配がないっていうのもすごく嬉しいポイントかなって思います。素材感も結構こうしっかりとした素材感になっていて、ヒラヒラするプリーツスカートではないので、あんまりプリーツスカートとか履かないっていう方でも割とまあ履きやすいようなスカートになってるなって思いました。で後ろが全部これゴムになっていて、このゴムが入ってるのでちょっとこうタックがこんな感じで寄ってて、シルエットはもう少しスッキリっていうか、ゴムが入ってることで若干もたつく感があるので、そこは私はちょっと気になったかなっていう風に思ってます。こちらのお値段が1999円でございます。続きまして、じゃん、こちらのスカートでございます。インパン付きミリタリーミニスカート、カラーがベージュとカーキで、サイズはどちらも L サイズでございます。私このスカートめっちゃお気に入り、すごい推しアイテムです。まあ、このミリタリーな感じもすごく私はタイプなので好きなんですけど、この形もすごくこれ綺麗で、ミニスカートなんですけどこれもインパンが付いてるのでそこも安心できるし、ストレッチがすごい効いてて結構生地柔らかいんですよ。こう見えてすごく履きやすくて、そこも気に入ってます。夏とかやっぱりこうロングのボトムとかって暑かったりするのでミニとか履きたかったりするんですけど、でもミニってなんか可愛くなったりとか幼くなったりとかしてあんまり履きづらいっていう方でも、ミリタリー系のミニスカなのであんまり可愛くなりすぎないミニが履きたいっていう方にすごくおすすめなアイテムですね。で色合いもすごいどっちも可愛くて、他のカラーとも合わせやすい感じのカラーになっているので使いやすいなって思います。ウエストは裏はねゴムになっているのでそこも楽チンですね。夏とかこれにキャミで、足元はちょっとごつくマーチンとかサンダルとかでも可愛いと思うんですけど、ウエスタンブーツとかと合わせて履いていきたいなって思ってます。こちらのお値段が2199円でございます。あといくつかちょっと小物もねゲットしたのでそちらも紹介していきたいと思います。続いてがじゃん、こちらでございます。ご刺繍ワッフルトートバッグ、カラーがネイビーのサイズはフリーサイズでございます。これ素材がすごい面白くて、ワッフル素材になっていて、で配色の刺繍がこんな感じで入っていまして、ネイビーにこのイエローの配色がとっても可愛くてゲットしました。本当にベーシックなサイズ感のトートバッグになっているので、なんかまあエコバッグとしても使えるかなと思うので、ちょっとスーパーに行きたい時とかパソコンとかもね多分入ると思うので、学生の方とかでもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。こちらの値段が1299円でございます。続きまして、じゃん、こちらのミュールをゲットしました。リボンミュール、カラーがブラックのサイズは25センチでございます。ちょっとこう尖った感じのポインテッドトゥーになってるんですけど、ここがリボンになってて、これサテンの生地のリボンで、すごくこう上品な女性らしいような感じのミュールです。でなんですけど、まあ、ブラックなので使いやすいし可愛すぎないかなと思って、私今年の春ちょっとこうどっか甘い要素というかリボンだったりレースだったりさっき気になって言ってたと思うんですけど、そんな感じでちょっと足元とかで可愛らしくしてもいいかなと思ってこちらのミュールゲットしてみました。結構あのクッションもしっかりとこうあるので歩き疲れもなさそうな感じがします。このレザーも結構柔らかくなっているので靴ずれとかもね心配なさそうなミュールです。私普段25センチでこれも25センチゲットしたんですけどちょうど良かったです。若干ヒールあるんですけど、まあほぼこれはないに等しいぐらいのヒールになってるので、こういったフラットなサンダルっていうのはすごく履きやすくてもうサッて履けるからとっても使えるので、まあちょっとこうデザインが可愛い感じのミ
メールゲットできてよかったなって思ってます。こちらの値段が1360円でございます。では続いてラストでございます。ラストがじゃじゃーん、こちらです。またちょっと似たような感じなんですけれども、V カットミュールサンダル、カラーがブラックのサイズが25センチでございます。やっぱりシューズって私ブラックが圧倒的多くて、ブラックがやっぱ一番使いやすいんですよ。なので結構ブラックのシューズこうレパートリーをね、いろいろ買ったりとかしてて、今回もちょっと2足ゲットしてみたんですけれども、これもポインテッドトゥーになっております。私このポインテッドトゥーすごく好きで、なんかこれをダボっとしたデニムとかと合わせてつま先だけこう見せてクールな感じにするスタイルがすごく大好きで、結構それが今の気分だったりするので、ちょっとこのサンダルも使えるんじゃないかなと思ってゲットしました。これも結構クッション性が入っているので足の裏の疲れとかあんまりないかなと思ったんですが、さっきのミュールに比べて足の甲の部分が結構深めになってるんですね。なので足の甲のちょうどこの辺りに V が来るので、ちょっとこれ靴ずれ気になりやすいかなと思いました。さっきのミュールよりも若干ここの足の甲に当たる部分が硬いというか、なので長時間とか歩いてるともしかしたらここら辺がちょっと痛くなってきちゃうかもしれないなっていうのと、さっきのよりも結構つま先がとんがっているので、この足の指の締め付け感っていうのも結構ありましたね。ヒールもねちょっと高めになってるので、それによってこう足がこう前に行きやすいから、それでこうちょっと窮屈に感じるっていうのもあると思うんですけど、若干そこが気になりはしたんですが、ソックスと合わせて履くっていうのも可愛いと思うので、靴ずれが気になるっていう方はそういったソックスと一緒に履いてあげてもいいんじゃないかなと思います。こちらのお値段が1499円でございます。はい、ということで今回ゲットしたのは以上でございます。こんだけ紹介しても全部で、まあ、5万円ぐらいなので、本当にコスパの良いブランドさんなんですけれども、まあ、結構正直な感じのレビューをしていったので、ぜひ参考になったら嬉しいなと思います。あ、でちょっと今回もですね、今回ゲットしたものたちを使ったコーディネートをリールにあげようと思いますので、そちらもぜひチェックしてくれると嬉しいです。でいつもご好評いただいているので、定期的にやっていきたいなっていうふうにも思っております。これから春夏になっていくと思うので、参考になったら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。